足を運んだ一組のカップル。2人は先月22日までキャノン宇都宮工場で請負社員として働いていた。希望する仕事って何かいるかな。だから販売とかさ、事務とか接客とか、製造とかでしょ。何があるのか知らねえから。アホタレ。表では雪がちらつく中、年内最後の窓口相談だ。就職に伴って転居っていうのは大丈夫ですか。引っ越しも大丈夫。お一人で。それが一人なので。二人は慣れている製造業の職を当たったが、状況は厳しい。もう製造のはちょっと外れるみたいな形で。もう探したんですけど、ないですよね。そうだよね、はい、かなり減ってきちゃってるからね、結局ね。でもう派遣はパスで、はい、正社員みたいな長い常用雇用が希望ってことですね。はい、はい、望み通りのものってなんか。そうですね、あまり出てこなかったですね。あったとしても、まあ、場所が悪かったりですとか、資格が必ず必要ですとか、ちょっと厳しいですね。ハローワークには大手メーカーの工場で非正規従業員として働いていた人が徐々に増えてきているという。佐藤義則さんは大きな壁に直面している。彼は神奈川県の五十鈴自動車の工場で派遣労働者として働き、去年契約途中で突然解雇された。会社に勤めてなければ今この時代なかなか部屋も借りない状態で。佐藤さんは派遣元の会社を相手に解雇撤回などを求め、裁判所に仮処分の申し立てをした。新たな仕事探しもしているが、49歳という年齢が壁となっているという。年でやっぱりそう、電話の段階でダメですね。店員が満杯になりましたから、ありませんって。1週間ごとに求人誌出てますでしょ。同じところまた載ってるんですよね。財布にはどのくらい入ってるんですか。 1万1000円ぐらいしかないでしょ確か。最後の給料が支払われるまであと半月。それまで1万円で暮らさなければならない。特に調理師。年越しの夕食はシチュー。食材は洗濯機の上で切る。ちょっと具は大きめ。今のところボランティアの支援で食いつないでいる。この玉ねぎもそうです。ボランティアの人からいただいたやつです。お米もそうです。助かります。本当感謝してます。もしもし、ハッピーニューイヤー。今年もパパ一生懸命頑張るから ね、離婚した妻と小学6年の娘は札幌で暮らす。今年は往復7万円の旅費が工面できず帰れなかった。今何お蕎麦食べてたの。美味しい。そうだね、まあお父さんも楽しみたお酒ぐらいしかないからね今ね。だがこの年末年始、彼が好きな酒に口をつけることはなかった。粗大ごみ置き場から拾ってきた大きめのテレビ台。ニュースは東京日比谷の派遣村に大勢の人が押し寄せていると伝えていた。僕あたりまだ幸せな子ですよ。自分よりもまた周りの人の方が気になりますからね。とにかく失業者をこれ以上増やしたら日本沈没状態になるかもしれないし。厚生労働省によると3月までに失業する非正規労働者は8万5千人に上ると見られている。今年雇用不安にさらなる拍車がかかる恐れがある。それが
法改正で製造業の派遣労働者は契約期間が最長で3年となった。多くの企業が2006年に派遣契約を結んだため、今年一斉に契約が期限切れとなる。これが2009年問題だ。契約の打ち切りを伝えられ、なおかつ次の仕事先も住む場所もない。2009年、佐藤さんのような非正規労働者が次々と生まれる恐れがある。大晦日の夜、かつてキャノンで働いていたカップルのもとに同僚だった友人が訪れた。偶然ですもんね、期間で自分今仕事できるのも。よかったな残念だったな。友人は解雇された2人と同じ工場の別の職場で今もまだ働いている。半年前、キャノンから機関従業員としての採用試験を受けるように言われ、その職場の全員が合格したという。友人2人は複雑な心境だ。一生懸命やってる人が先に切られるなんてちょっとかわいそうですよね。切ないですよね。寂しいですよね、すごく。隣にいる人たちが忙しかったのにいきなりでしたから ね、 ね、何があるか本当に分かんないよね。もう分かんない状態ですよね。もしかしたら俺らのやってる職場ももう全く生産しないってなったら、もう俺らも不要ですからね。同じ工場で働いていた4人だが、2009年、職場の配属が彼らの明暗を分けた。元日の朝、2人は近くの神社へ初詣に。今年はいい仕事が見つかりますように。おみくじを引く2人、今年の運勢は末吉だった。これまでの職業守りって書いてけ本当にこれまでの職業ないんだけど。始まったばかりの今年、一体どんな年になるのだろうか。2009年が動き出した今日、東京の日比谷公園や厚生労働省の行動で年を越した人たちにも新しい動きがあった。午前9時になるところです。テントの撤収作業が始まりました。テントの撤収作業が始まっています。ここで年を越した人たちが廃校となった小学校など東京都が用意した4カ所の施設へと移る。ボランティアの方たちが毛布や布団を厚生労働省前に待機しているトラックに運び込んでいるところです。東京の日比谷公園に市民団体や労働組合が開いた年越し派遣村。年末に派遣労働の雇用契約を打ち切られ住む家を失った人たちが大晦日に救いを求めて集まった。公園ブラブラしてたらたまたまスポーツ新聞拾ったんですよ。このことが出てて入れてもらえるかどうか分かんないけど来てみようと、それからお世話になってます。男性は56歳の元派遣労働者。去年11月に派遣先の工場から休んでくれと言い渡され、それっきりとなった。部屋代なんかも本当は払わなきゃいけない分、そこの管理人さんがあんたが働けるようになったら返してくれればいいってこと で悪いけどとりあえず10月で出てくれと。手持ちのお金ももうほとんどない。1円どこ行っちゃった。10円どこ行っちゃったかな。そうだね、1円どこ行っちゃった。だけど10円ということはじゃあ、これが全てです。所持金はわずか10円。今後のことに